池上駅は東京都大田区池上6丁目にある東急電鉄池上線の駅である。駅番号は IK13。駅名は仏教日蓮宗の本山である池上本門寺にちなんで付けられたもの。池上は元の地名は池上であった。かつてはこの一帯は湿地帯で池が多く、この池に亀が多く住んでいたことが由来であるが、その後今の 池上に改められた。地名の由来は、先祖池が本門寺の麓まであり、その周辺の村であったから、または、蓮沼の上部に位置する地域から、池上と名付けられたとする地形説と、鎌倉時代の当地の領主、池上衛門大勇、宗中の姓から付けられたとする聖施設がある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅ビル、 えとも、池上を併設した、京上駅舎を有し、改札は2階にある。出入口は北口、南口、東口の3箇所で、エレベーター、エスカレーター、階段が設置されている。このうち北口、東口側のエレベーターは、駅ビルと併用している。2020年7月18日まで使用されていた、駅舎は、鎌田方面ホーム側に立地しており、五反田方面ホームへは、 校内踏切を経由する必要があった。東急が進める気になる駅プロジェクトの対象となり、駅ビルの絵とも池上の開業に合わせ改修が行われ、壁面などに木材を使用するリニューアル化が図られた。駅ビルは5階建てで、スーパー等の商業施設のほか、4階には大田区立池上図書館、5階には池上、総合病院付属クリニックが入居している。 2020年度の1日平均乗降人員は27,763人である。五反田、鎌田両ターミナル駅を除き、池上線中最多である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。池上本門寺東急は、大田区役所や東京都庁と連携して、周辺で空き家リノベーションなど、町づくり事業を進めている。 毎年10月12日有国からは、池上本門寺を餌式のため、大規模交通規制が行われ、駅周辺も車両通行禁止となる。通常は、駅構内に侵入する路線バスも、規制境界近くのバス停で折り返し運行となる。全路線等級バスが運行する。路線の担当は森01系統が、江原営業所、それ以外はすべて池上営業所である。 かつては、淡島営業所や駒沢営業所のほか、他社の路線も京浜急行バス、羽田営業所や都営バス、品川営業所が乗り入れていた。出店、ありがとうございます。